続いて踊っていただくのは札幌新陽高校群青の皆さんです。入学してすぐ練習開始、踊りに戸惑う仲間たち。練習してきたものを出すだけ。大丈夫、行こう。あとは楽しむだけだ。行くぞ完全燃焼、燃え上がれ。それでは踊っていただきましょう。札幌新陽高校群青の皆さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。札幌市南区からやってまいりました、札幌新陽高校群青です。入学してから今日まで毎日練習してきました。その成果を今日発揮します。気をつけ、お願いします。行くぞ完全燃焼、乾杯。
ありがとうございました。札幌新陽高校群青の皆さんでした。ここで会場の皆様にご案内です。明日10時30分から中学生以下を対象としたジュニア大会が一番街丸井前会場にて行われます。ジュニアらしい元気いっぱいの演舞、子どもたちの真剣な表情に引き込まれます。ぜひご覧ください。それでは演舞に戻ります。続いて踊っていただくのは吉兆の皆さんです。全国各地から50歳以上のメンバーが集まったチームです。時代を作り、輪を結び、バトンをつないできた大人たちが未来へと一歩を踏み出します。温かいご声援どうぞよろしくお願いいたします。それでは踊っていただきましょう。吉兆の皆さんです。どうぞ。吉兆
ありがとうございました。吉兆の皆さんでした。続いて踊っていただくのは穂村の皆さんです。北海道千歳市を拠点に活動している穂村です。ジュニアから大人まで幅広い年齢層のメンバーで活動しています。チームコンセプトは魂きらめけ烈火のごとく、一人一人の熱い思いを届けます。それでは踊っていただきましょう。穂村の皆さんです。どうぞ。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。北海道は空の町、千歳市から参りました穂村です。今年のテーマは百節不倒、何度でも挑戦し続けるというテーマのもと、夢をつかみに励んでまいりました。会場にいる皆様のお心に残るよう魂込めて精一杯踊りたいと思います。どうかご声援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。千歳穂村百節不倒。Yeah!
ありがとうございました。ホムラの皆さんでした。続いて踊っていただくのはムラムラムラーズの皆さんです。結成以来一貫として風をテーマに表現者を目指し演舞しています。今年の踊りは風煙風神の舞、地に足のついた力強い踊りで雄大な十勝平野に吹く風を表現いたします。それでは踊っていただきましょう。ムラムラムラーズの皆さんです。どうぞ。